楽屋でめっちゃ喋ってんのよ、ロリコロールの3人めっちゃ喋ってて、で JK 組って基本的になんかもう ドライドライとか夢を壊すようなことは言わんけど、割となんかそのドライな関係やから、なんか、あ、そういやさ、あれなのにさ、何なのあれはどうなったん、あ、でもあれは違うよみたいな、あ、そっかそっか、まあいいか、いや、なんかそんな感じなのね。で、私とミトちゃんが話しててリン先輩が入ってこないとか、ミトちゃんとリン先輩が話してて私が入らないとか、リン先輩と私が喋っててミトちゃんが話に入ってこないとか、ザラにあんのよ。なんかもうなんか 5年一緒にいるからか知らんけどね。だからなんかぶっちゃけそんなに、集まってキャーみたいな感じじゃないねんけど、やっぱロリコロールのみんなめちゃくちゃキャー、何々勝ったーみたいな、で何々のさ美容めっちゃ良くてさーとかさ、なんかすっごい女子会トークみたいなしてんのよね。でリン先輩も言うて女の子やから、リン先輩もな中に入ってた、珍しくはないけどね。可愛いでしょリン、女子トークに入ってね、ふん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 って聞いてんだ俺のリン。でリン先輩そのロリコロールのそのいわゆる女子会トークみたいなのにキャーみたいな感じで入って、いやキャー、リンはキャーとは言ってないけどね、私の隣で。